何それ、何それ、新しい練習、もう撮ってんの、撮ってる、撮ってる、撮ってる、何それ新しい練習、いやこうなっちゃう人多いなと思ってる、何それ、どうか傾いてるの、そうアッパー、おう、そうアッパー、それか、うん、こういう人多い、なっちゃう人多いもん、なんで、平井博明のワンナップゴルフ、重いからクラブが重いから、あ、そうなの、うん、クラブが重い、しならない、ヘッドバランスが重い、それイコール何さ、球が上がんないのね、だから一生懸命やってんの、自分だけどうしてんの、そう、例えばね、これめっちゃくちゃ重くて上がらなくて、うん、俺にはハードだとします、うん、それでダウンブローに打つよ、うん、したらこうなるの、おう、ああいう球出るのよ、はいはい、ああいう球出るから上げんだよ、上げようとするとどうなるの、そっからまず上がるけれどもすごい右へこうやってな、もうだから自分で分かってんの、感じてんのよ、認めてないだけなの、本当よ。もうこう入れるのも気分的に上がりそうだから入れちゃうから、こうやって。多いんだから。え、じゃあそういう風なアッパーになっちゃうってことは、うん、クラブが合ってないって証拠なんだ。合ってないね。合ってないっていうのはいい言い方。全然合ってない。ね、うん。本当に合ってないもん。とにかくハードだから、だから上げに行っちゃうんだ、そう、これあるじゃない、うん、微妙、これ、うん、これを上げに行く人いないんだから、上がんだから、こんなか、だってこれバランス C2 だよ、やってたって上がるからほんとだ、ほんとだ、ほじってたって上がるんだから。やっぱ上がるの？上がる上がる。だって、こうってなんだから。勝手にしなって。そう。勝手に上がってくれるんだから。これやってたら、例えば、もうちょっと球が吹けます、うん。って言ったら、もっとこうやって押さえつけたくなるじゃん。うんうんうん、だそういうパワーがある海外選手が、だからこうやってやるでしょって俺何回も言ってんだ。うん、言ってる。言ってるよね。言ってるんだよ。そう。だからヘッドスピード40そこそこの人がこんなことやったって当たるわけねえんだから。上がんねえんだから。そっか。そう。だからオーバースペックよ。だ変な話、ヘッドスピード42、3の人がレディースクラブ使ったらアイアンとかドライバーね、絶対にこうやんないんだから。上がんだから。実際にダイモンでね、うん、オーバースペック気味の人が来て、うん、やっぱアイアンアッパーに入る。で、もう2ランク、3ランクダウンぐらいしたスペックにしたらダウンブローになってたから、数値が。数値がね。そう。上がるから。上がるから。わかってんだよ、自分で。それ上がるからってさ、うん、あのネットに打つのにもわかんだ。わかる。だから自分で感覚だから。手に来る。この。思いかかる。要は、めっちゃくちゃ軽かったらさ、ファッて触れるじゃん。触れる。あ、だからそっか。アッパーしないんだ。しないんだよ。もう自分でさばけるってわかるんだから。前さばきできんだから、こうやって。で、ワンランプゴルフに来てくださった方で、スペック落として、上達された方、何人もいるから。それぐらい、全然。勝手に上がれば上げに行かないから。上げに行かない。そう。もし打ち込めるようになったら上がるんだから。そう。今、トール君の言ったのがポイントで、インドアで、ああやって飛んでくボールが見えなくても、そうやって変わるっていうことがポイントなのよ。だから、球を見てるんじゃなくて、手に来る感覚で変えてるから。そういうことだよね。そう。持った時のこの、要は、わっくるよ、この。この時に上がりそうだと思うから上げに行かないのよ。実際のボールがどうかじゃないんだ。違う。もちろんそれも関係あるけど、でも、やっぱりこの感覚よね。この。あ、なんか重いな。って絶対思ってんだよ。
そう。トール君、例えばさ、トール君走ってるじゃない、うん、で、安全靴、ブーツとかさ、ああいうのを持ってさ、うん、あれぐらいの重さのランニングシューズだったらさ、そんなに速く走れそうと思わないじゃん、走んなくても。そう、多分そういうような感じに近いと思うんだよね。超軽くて超頑丈でさ、もうなんかいかにも自分の足にフィットしそうってイメージできたらさ、なんとなく走れそうな感じもするじゃない。多分そういう感覚に近いと思う。そういうものってベテランになればなるほど、素人じゃなかったら分かるんだよね。手に、そう、あ、ワックルした時にこう、うん、それすげえ大事。絶対感じてるはず。自分に正直になってみて、本当にそれすげえ大事よ。俺言ったよ。俺も言ったよ。絶対絶対確認してみてください、スペック。本当に登録全然練習してないから、だから仕方なくトリプルダイヤ使ってんだから、それぐらい落とさなきゃダメ。仕方なくね。仕方なく、しゃあなしですよ。本当に。あ、俺のヘッドどこ行ったんだ。実家にありますよ。実家にクラブになってないんだけど。そうだね、頭だけだ、まだ、うん、え、シャフト入ってるよ。あ、入ってんだっけ。入ってる入ってる。そっか、使ってないだけで、うんうん、スペックってね、ほんと大事。スペックとボールの位置だけで全然すごく出るっていう。ほとんど出るんじゃないね。そういう理論唱えてるもんね、ワンドって。唱えてる。ね、うん、呪文みたいで、ね、うん、ボールの位置を適切にして、そう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 、スペックが合えばそれだけで上手くなる。スイングが変わるからね。そうか。そう、あのね、そう、ここに置いてある同じスイング、うん、ここに置いてあるスイングとここに置いてあるスイングって、うん、同じ人が同じスイングしたって変わるんだから。ああ、そうか。そう。だから同じスイングしようとしたってボールの位置で変わっちゃうのをもう一回理解してください。だから変えたくなくて変わっちゃうんですよ。そうか、そう。そう、ここに置いたボールを打ちに行くんだもんね。うん、変わるよね。変わる、絶対変わる。変わんなきゃおかしいから。てか空振りしちゃうからね、変わんなかった。そうだよね、うん、しかもあれか、それでクラブが変われば今みたいにアッパーで打たなくなるんだから、うん、スイングが変わる。そうなんです。だからスペクトボールの位置でスイングいじってないけどナイスが出るんじゃなくて、うん、勝手に変わってる、正しくなっちゃう。正しくなっちゃう。だ、そのポジションを知ってるかどうかだから、インストラクターが。うん、そうだね、うん、自分じゃ分かんないからね。そう、うん、風車をちゃんと分かってるかどうかだね。そう、その人のね。そう、それすっごい重要。使ってるクラブの座りのこの向きと位置とそういうものも、まあちょっとずつ関係してくるし、そういうのが分かってないと適正なボールポジションっていうのは指摘できない。でも逆にあれなんだよね、軽すぎるとヘッドがどこにあるか分かんないのは分かんないでしょ。軽すぎると分かんないでしょ。分かんないでしょ。だから柔らかくする。ああ、そう。柔らかくすれば分かるから。そうかそうか。そう。だから、これ C2 しかない。ありえないバランスなんだけど、うん、こんだけ柔らかいからヘッドの位置が分かるからナイスショットが出る。なるほど。そう。そう、だから、軽かったら、シャフトを柔らかくすれば分かる。うん、そう、だから。分かんないんだ。そう、分かんない。だから、硬さ一緒で、ヘッドバランスだけブワーって軽くしちゃったら、うん、もう何やってるか分かんない。要は、こうやってってるのと一緒だから。あ、そうか、どこにあるか分かんない。そう、分かんない、うん。ついてないみたいな。ついてない。D1 なんだよね。D1? D1。うん、はいはい、ヘッドの重さ、うん、でこれ C2 なんだよね。ああ軽い、軽いでしょ。軽い。でもさ、こちょっとこうやって振ってみて、うん、でもヘッドは分かるでしょ。ああ分かる分かる分かる。ああ分かる分かる。ああ、そう、同じぐらい分かるぐらいにしてあるの。あ、そうなんだ。そう、だそれぐらいシャフトの柔らかさで変わりますよってこと。 X の D2 と R の D2 じゃ全然違う。R の D2 の方がめっちゃくちゃヘッド重く感じるから。そうだよね。そう、そうだよね。そう、すごいそういう関係があるんで。あ、そっか、確かにしなった方がなんかあれだな、戻ってるか戻ってないかって分かりそうだね。そう、だから分かんないから戻せないじゃない。硬いの好きだから。すげえ柔らかくてヘッドすげえ重かったら、うん、お、戻ってきてない、戻ってきてない。そう、分かるでしょ。ずっと踏んでるね、多分ね。そう、で、もちろんヘッド重くて柔らかかったら戻りづらいんだけど、うん、それの間があるじゃない、やっぱり、うんうん、ね。そう、だから分かるために最初はこうやって柔らかくてヘッド重いものを使ってあげて、自分が遅れてる感覚を自分で学ぶことも大事だし、うん、それでこうやって戻せる重さにどんどん軽くしていけばいいんだよね、うん、タオルにさ団子作って、あ、うん、そう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 、あれだね、分かる。手動かしてたら絶対戻んないね。戻んないでしょ、ずっとこの関係じゃん、この関係じゃん。布だしね。そう、だ手止めてさ、こうやってって初めて団子が前行くじゃない。そうだね。それだ。
そうなの。そうだよね。それ。こうよね。でも確かに暖房つくんなかったらタオルどこにあるか分かんない。分かんないでしょ。それこそさ、紐だって一緒じゃん。一生遅れてんじゃん、ずっと。ああ、そうだね。でもさ、重りつければ。そう。コインとかつけたらさ、あんな紐でもさ、綺麗に回るじゃない。ああ、ちゃんと触れる。そう。そう。だから、スイングバランスっていうぐらい大事なの。今ので納得しました。そのボールの位置とか、そのスペックで、スイングが良くなっちゃうから、そう、そう。そう。だからそれは俺の仕事じゃないから。勝手にご自身が感じてやってることなのよ。そうか。そう。だからそれをワンラップゴルフはボール1センチ動かしゃみたいなこと言ってんだけど、うん、本当は本人が直してるからね。まあ、ボールの位置を。ボールの位置は言ってるけど。そう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 。ただそのボールの位置が超重要なんだけど、そう。しかもそれがね、人によって違うっていうのがなかなかのもん。そうなんですよ。センスなんだよね。ねここと、ここと、ここじゃ、もうスイング全く違うから。そうだよね。そう。やることがね、違うからね。スイングが違うっていうか、仕事内容が変わってくるから、うん。うん、だからもう部署みたいなもんよ。本当に。うん。それぐらい変わります。すごい大事。アッパー。あ、そう。アッパースイング。になってしまう理由っていうのをちょっと撮りたかったんですよ。それで今回動画で撮ってきました。はい、では気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと特別なですねミーティングですとかレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですねちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですねちょっと秘密なこととかですね特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。